半世紀生きたもん働きたくない。ビレーンです、おなんす。今日は7月19日の朝の10時50分です。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。今日のもう、今11時なんで昼ご飯ですね。はい。いつもの食パン2枚と、今日バナナついてます。んじゃ、いただきます。いつだったか、つい最近サマージャンボ宝くじを買ったんですけど、はい、こちら年末ジャンボですね。まだこれ当選を見てないんですよ、当選結果を。これから確認したいと思います。もうね、これ年末ジャンボって7億だっけ。もうね、宝くじ当たったらね、この動画は消えます。もうチャンネルも削除して、もうネットから消えます。はい、ジャンボ宝くじで全部で30枚買ってます。連番です。1等7億で前後賞 1.5 億やから合計10億当たる手はずになっています。1等96組酔い越しの金は持たないぜということで駅弁買ってきます。今日の晩ご飯で、今日の3時のやつはこのクッキーと、これは何も書いてないんですけど、今日のお肉どこ、いうのヒロっていう焼肉屋さんのこれミンチカツです。これ1個買ってきました。じゃあいただきます。こんな感じで手でつなんでるけど、こんな感じのミンチカットです。あー、これうまいわ。結構噛んだらちょっとジューシーな肉汁が出たり、ええ肉使ってそうやな、これ。めっちゃ贅沢。贅沢はやめられんやん。ちなみにお値段、ミンチカツ1つ200円です。値段取るだけあるわ、うまかったわ。はい、じゃあデザート行こう。の晩ご飯は京都の焼肉屋さんヒロというところの、ハンバーグ焼肉弁当です。じゃあいただきます。あ、めっちゃ
うめえわ、うん、ハンバーグも肉詰まってておいしいわ。え、肉使ってるわこれ。今日19日の支出は280円です。宝くじの当選金額が900円で、晩ご飯に食べた焼肉弁当ですね。あと、あ、3時におやつで食べたミンチカツ、これが1180円したんで、差し引き280円になります。あとコンビニで買った、おやつとか、その他諸々で400円ほど払ってますが、これは LINE Pay で払っています。預金残高は869万1242円です。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ピロヤンでした。